はい、皆さんこんにちは、 ABC 植木園です。先ほどはですね、本当お客様が来たのでちょっと止めたんですけども、今ちょうどねゼロになっていないので、税理の話をもう少しねしたいと思います。ということで、さっきの内容は全てゼロにしてちょっと話していこうかなと思います。とりあえずですね、店舗を持ってる人、持ってない人、そして、年間、2000万、年間2年間で2000万稼いでない人たちのね含んだ話もしていこうかなと思うので、消費税の話はちょっとね取っ払って話したいと思います。ということでですね、でも消費税の話はねどうしても話せないのかなって思います。ここでですね、2000万以上稼いでる事業者と、その1000万以内、2000万以内で稼いでる人たちのですね、ちょっとその確定申告といいますか、そのね提出する内容も若干変わってきます。はい、とりあえず消費税についてざっくりと簡単に言わさせていただきますと、ですね、何だったっけな、とりあえずですね、国民すべて、国民というかね、もう誰かしもですけども、日本人のみですかね、こう、でも海外の人もですね、日本のね、消費税というものを払わなきゃいけないので、ただ、申請をしたら払わなくていいっていうようなね、いろんなね、あれ仕組みがあるので、それはちょっと忘れてもらって、で考えてみるとですね、消費税はその企業、ね、買う場所に払うお金なんですけど、でもその払った企業のところの懐に入るかって言ったら入らないお金です。その皆さんから預かるっていうことになるんですね、消費税っていうのは。で、その消費税分をその1月から12月までのやつで、3月中の、ね、確定申告の時期にですね支払う、確定申告の時期のかな、その前なのかな、支払うんですよ。ということでですね、それはですね絶対的にかかるものと思っておいてください。で、今まで消費税がかかってないっていう場所はですね、その本当ね2000万超えていた場合はその人が負担をしている。だから今までですね1年ぐらい前ですね、消費税が 10% に上がる前までは自分たちがねこのお店が負担をしていたので、正直な話、全体的な商品でメーカー品も全て葉っぱオフみたいなねイメージで販売をしておりました。でもですね、さすがにですね、10% にも上がるし、いつの日かちょっと消費税を取らなきゃいけないなっていうことで、消費税分を上乗せという形で取るようになりましたので、ね、皆さんはですね、もう消費税をどうしても払わなきゃいけないというふうに思っておいてください。はい、ですね、今高くなったのでですね、僕もちょっと腕が疲れてきたので、ちょっと内側に乗せております。ということで、もう一つ話をしていくと、消費税の話は終わって、で次ですね、確定申告の話をざっくりとするとですね、とりあえず一般の人たちはですね、結構僕自身の物事の価値観の考え方でやると、いろいろっていうか、意外に戻ってくると思うんですよね。企業の人、要は主婦、結婚していて、旦那さんいて子供さんがいる家庭ですと、確定申告を自分たちでした方がいいんじゃないかって思うんですね。とりあえずですね、企業に任すっていうやり方も企業に任した方が、無難に楽です。ただ他にですね、いろいろその、医療費とか関係してくる内容とかも出てくるので、それ会社とは関係ないところでいろんな費用が絶対的にかかってしまうことに関してなんですけども、それはですね、やっぱですね、ちゃんとね、e-tax っていうんですかね、忘れましたけども、確定申告をしてみてはいかがでしょうか。一応ですね、そういったことがですね、年間10万円以上医療費に関わるものだと結構戻ってはきたりするので、結構って言ってもね、何千円とか、多くても何万いくかなっていうぐらいなんですけども、でその中で、細かいいろいろねあるんですよ、あるんですけども、うまくそういったものをすべてやれるのはやっぱり税理士なんですよね。で、今日本当にですね、税理士さんとお会いして話を聞いていて、ああそんなこともあるんだ、へえ知らなかったっていう、自分ではやっぱ調べられないような、こう、軽減税率じゃないにしろ、こう税のね節約ができる内容があるわけですよね。ちょっと前に話題になった100万円プレゼントをしている、その青汁王子
の、まあ、やり方とかはさすがにですね、こう微妙なグレーゾーンラインを貫いて最終的に、まあ、修正をすれば別に罪には問われないだろうみたいな感じの話がね出ていたりしたんですけども、まあ、そういったことにならないようにね、もうとりあえず税理士の言われた通りに、はいはい大丈夫ですかそれはっていう話をねしてやっています。ということで、まあ、税理士ってやっぱ顧問とかいろいろやったりすると、その期間だけですと、まあ、4、5万、10万、何十万ぐらい取られるわけですよ。まあ、うちもですね、こう顧問として雇って、まあ、毎月ね、いろんなことがあったら、こう、やっぱですね、うちはこれこれこれ見てください、これはね。はい。委託ボックスとかもあるのでですね、細かいことをですね、やっぱいろいろごちゃごちゃしてるので、そういったことをですね、素直にちゃんとしっかり聞いてやっております。で、まあ、そういったことがないところ、もしくはですね、ちっちゃくても、まあ、個人で、自宅でね、やってる人たちもです、含めなんですけども、まあ、しっかりとですね、まあ、税理士に聞かないにしろ、そういったちゃんと無料相談会っていうところで、まあ、あのですね、本当いい人はいいんですけども、ちょっとわかんない人はですね、わかんないんですよ。とりあえずハンドメイドっていうのは、結構知らないんですよね。で、女性が対応していれば、まあなんとなくああいう感じですねっていうことがわかるんですけども、やっぱ大半は男性が税理士が担当するんですよ。で、それだとなかなかですね、こう話していても、これどういうことですか、え、これこういう風なんですかっていう話になるので、皆さんちょっとね大変な思いするかもしれないんですけども、そこはちゃんとしっかりとですね、何回か受けに行ってもらった方がいいと思います。はい、本当にそれを生業にしてる人たちはなおさらですね、その自宅で作業をしてる人はですね、その自宅で作業をしているだったらですね、何パーセントかは経費として計上できるんです。はい、でもうちはですね、ちょっと面倒くさくて計上はしてないんですけども、もっとですね、もっと売り上げが上がってしまった場合は、まあ、節税としてしっかりと家でもやっている内容をですね、すべて計上しようかなという思っておりますけども、でもここでですね、難しいことがですね、その確定申告の資料を見るのが、まあ、国税局の誰かさんなんですね。その誰かさんっていうのは、まあそれは担当が誰かはわからないので、ただその人がですね、怪しいって思った場合はですね、そこを調べられることがある。怖いですね。で、認められるか認められないかはその人のさじ加減なんですよ。ちゃんとした話し合いとかも絶対的にすると思うんですけども、まあそれがね、めんどくさい時間になってしまうと思うので、僕自身はまあやってやらないかなと思います。まあでも本当、自宅兼工房にしてる人とかって結構ちょっと難しいかなっていう感じのイメージであるんですけども、それもですね、その無料相談会もしくは税務署とかに行って、その場で話を聞いて、こういう感じなんですけども、これはどう何割ぐらいになるんですかねって一般的な情報を教えていただければみたいなことを言って、名刺をもらったりとか名前をちゃんと覚えておくっていうことが大事ですね。あの人が税務署行った時に、あの人がそういう風に言ったから私はこういう風にしてるのって、で、それの証明もちゃんと来ていただいて見てるでしょみたいなことまで言えれば、まあ、好きにすればみたいな感じなんですけども、はい、なかなか難しくないですか。難しいんですよね。こう個人事業主やフリーランスでやろうと思うと、結構いろいろこういった面倒くさいことも出てくるので、まあ、それもですね、すべて、まあ、それもひっくるめたうちの店としてはですね、商品の金額設定をするべきだと思います。まあ、目に見えない、お客さんには見えないところですごい大変なことが起こってるわけですね。あ、まあ僕は税理士に任せてるので、全部の費用とかをこれって毎月渡したりとかしてですね、これは何代ですか、これは何代ですかっていう感じでですね、いろんな項目があるわけですよ。要はまあ、あのエクセルとかでもバーって自分で作ることもできますし、そのファイル、そういった仕組みとかもね、簡単に安く変えることもできるし、まあ、携帯の方ね、アプリでも入ってるはずなので、それをうまくやってやれば、まあ、基本なんとか節約、節税、いろんなことができるのかなと思いますので、皆さんですね、遅くはないので、もう今からでも去年のことやってください。はい、交通費とかもね、いろいろあります。でですね、アルバイトの方でですね、いろいろあの、これはもしかしたらお金ちょっともうちょっと戻ってくるんじゃねっていうことが本当一つか二つぐらいあるんで、皆さん覚えておいてほしいんですけども、アルバイトの人たちはですね、交通費がですね、支給されているところだとちょっと難しいんですけども、支給されていない場所で働いている方は交通費を必ず自分たちの自分で持っていてください。
で、そしてなおさら、まあ、なんかこう、まあ、社会保険に入ってない人たちに関しては自分たちで入るべきですし、僕自身はそんな社会保険に重要視をするのかっていうと、まあ、税理士との話もね含め、ちょっと簡単なね僕の解釈で総まとめにすると、まあ、国民保険でいいんじゃないかなっていうところがありました。うん、やっぱですね、大手の企業とかになれば本当にそれはすごい重要にもなってくるのかなって思うんですけども、こういう個人とか中途半端なところをですね、こう社会保険がどうとかこうとかって言うと、それでいてなおさら僕ふと思ったんですね。こう昔15万円、そんな昔じゃないですけど15万円っていう手取りっていうのが流行ったじゃないですか。その理由って社会保険やいろんなものを引かれて15万なんですよ。でも中にはですね、約15万ぐらいの金額が、それは手取りではなくて、それが月の給料だとしたら、そこからですね、社会保険とかいろんなものがひっくるめて引かれて12、3万とかになるんですね。これはですね、まあ交渉はできるはずなんですけども、できればですね、まあ、やらなくてもいいんじゃないかな、自分で払ってもいいんじゃないかなというふうに思っております。長年本当に何十年と働くんだったら、それは持っとった方がいいと思います。でもそれが本当に 2,3 年だった場合、それが本当にいいことなのかっていうと、なんていうんですかね、引かれる金額を考えていくと、将来を見て考えると、いや今大事だなと僕自身は思うので、僕自身はいらないなと思ってます。でももっと詳しく言うと、まあ、義務なんでやらなきゃいけない、でも双方の意見が一致した場合はその限りではなくなってしまうので、ね、それはもう強制になってしまえばもう強制でやらざるを得ないんですけども、そこまでの強制ではないので、まあでも強制か、はい。まあ、僕はですね、本当自分でお金を貯めたりとか、そのNISA、ISAっていうものとかもねやっていこうとは思ってはいて、で保険とかもですね考えてはいるんですけども、さすがにですね、まあ、がん保険ぐらいはかけようかなとは思っておりまして、と言いつつ、ね、それは今言ってるのは自分でかけるもので、会社からこう ABC 保険からかけているものはあるので、まあ、それ兼何かっていうふうに考えると、まあリスクマネージメントもできてるのかなっていうふうな物事の考え方を持っております。ということでですね、こう主婦の方ね、夫婦で子供いる家庭の方、まあ確定申告はぜひやるべきだと思いますし、そのハンドメイドをね、これハンドメイドやってる人も結構多く見てると思うんですけども、ハンドメイドをやられてる方もですね、結構まあ売り上げが出ればね、その分本当何十万とか、年間何十万、20万、30万、40万とか出ちゃった場合は確定申告をしなければいけないということを忘れないようにしてくださいね、はい。まあ、年間20万以上なければ確定申告する必要はないみたいなことが書かれてあると思うんですけども、まあ、こういった場合ねやらなきゃいけない。でその20万っていうのがですね、なかなかくせ者で、じゃあ全ての売り上げで20万超えた場合それなのかっていう話になると、まあ、その限りでもないっていう話でね、ちょっとめんどくさいことになりますので、ぜひですね皆さん自身で考えてやってみてください。わからないことは、まあ、このお店で、まあ、作家さんとか委託してる人とかですね、僕の関わりのある人たちにですね聞かれれば、それ普通に答えてますし、ただですねこれはまあ、お金をもらうだけではなく、まあいろいろね教えたりして、こうするべきだよ、ああするべきだよとかいうことは、まあ、法律上ダメなので、こういう話がある、ああいう話があるで、こういうこともこういう風な感じであるよっていう、まあ、簡単に言えばファイナンシャルプランナーみたいな感じで話をしております。まあ、だからといってね、ファイナンシャルプランナーも持ってないので、その自分の知識をですね皆さんにですね教えて、で最終的に国税局行った方がいいよとか、その説明、無料説明会行った方がいいよっていう風に促しますので、まあ、知らないよりは、まあ、若干言葉だけでも知っていれば検索とかもできますので、皆さんもですねぜひですね、まあ、国に払いたくねえよって思ってる方はですね、こういった細かいことでもちゃんとしっかりと、まあ、調べれば少なからずお金はもう取ってくると思います。僕が20歳の頃ぐらいはですね、保険とかもいろいろ入っていて、結構ですね意外にですね
なんでしょうね、20万ぐらい働いていたからかな、多分2、3万以上ぐらいは戻ってきたいたので、まあ、学生の方もですね、まずちょっとやってみる価値はあると思います。はい、風邪薬とかもね、しっかりと持っておいてくださいね、領収書。そんな感じで、ちょっと時間が長くなってしまいましたし、まあちょっとグダグダになってしまってましたけども、本当わからないことあればですね、また別に聞いてください。DM や Twitter や。で、そしたらですね、またもうちょっと詳しく内容をね、そこにポイントを当てて説明をしようかなと思いますので、皆さん今日はもう、いや毎年ね、まあ、3ヶ月に1回か半年に1回ぐらいは言ってるんですけども、まあ、税理士との話は面白い話ばっかです。面白いというか、まあ、ためになる話ばっかなので、皆さんもですね、ぜひですね、まあ、怖がらずいろんなところに話しに行けると、まあ、面白いのかなと思いますので、ぜひですね、 ABC 語彙圏のここのお店で僕とのお話もしましょう。じゃあね、バイバイ。